3号ではセーランの主翼の取り付けと司令室の組み立てを行っていきます。今回付属するパーツです。まず司令室の組み立てです。ランナーからパーツを切り離し、パーツ010306のパーツに接着剤をつけて、突起と穴位置を合わせ、それぞれ司令室内部に取り付けていきます。次に阿部パーツ0405をランナーから切り離し、司令室内部前後に接着剤をつけて取り付けます。この時後で左側の筒もつけるので、外側にはみ出さないように筒の壁に平行になるように取り付けます。パーツの取り付け位置も間違わないようにしてください。次に司令室筒の下部分に接着剤をつけて、床板を取り付けます。穴位置がぴったり合うように取り付けてください。パーツ02の潜望鏡を筒の半円のくぼみにはめ込みます。ここは潜望鏡が回転するように接着剤を使用しないでください。はめ込んだらパーツ08の左側の筒の四隅の突起に接着剤をつけて、右側の筒と接合します。両面テープを右の筒の外側上部に貼り付けます。そうしたら室内灯用 LED の基板を司令室筒の天井にある四角い穴にはめ込み、コードを L 字に折り曲げ、テープに沿って貼り付けます。さらにその上に LED とコードが隠れるように L 字型のテープを貼り付けます。この時穴を塞がないように注意してください。相関号に付属した右環境外装の内側の突起に接着剤をつけて、完成した司令室を取り付けます。これで3号の環境部分の作業は終了です。セーランの左主翼を胴体に取り付けます。パーツ12のヒンジを主翼の付け根のくぼみにネジ2本で取り付けます。
次に主翼につけたヒンジをセーランの胴体につけたヒンジの間にはめ込み、ピンを差し込んで固定します。胴体のヒンジが出ていなかったら裏から押し出してください。このようにヒンジ同士をはめてピンを刺せばいいのですが、この作業はピンを紛失したりして難しいので、この動画のようにして作業するとやりやすいです。ヒンジに開いている穴が小さくてピンが入りにくいときは、針などを使って片側だけ穴を少し大きくしておきます。そうしたらピンを片側だけはめておきます。そのまま主翼のヒンジを差し込み、穴位置を合わせラジオペンチなどで挟みつけピンを差し込みます。これで主翼が胴体につきました。胴体に主翼を押し付けると固定されます。これで3号の作業は終了です。